スタート後のね6時間のデータで見ますと、サーモスはですねスタート後6時間。こんにちは、カババです。今回はですねサムネで分かっちゃってると思うんですけど、久しぶりに登山用の保温ボトルを買ってみました。いいですね、モンベルの、アルパインサーモボトル 0.75 リッター。ちょっと開けてみますね。箱の中は、本体とあとこれですね、取説が入ってます。久しぶりに買ったと言ったのはね、以前ね使ってたものがあるんですけど、それがねこちらです。はい、おなじみですねサーモスの山線ボトルです。で、山線ボトルのこれが900ですね。で、こっちが500ミリの、この2本です。山線ボトルってね、結構歴史がありましてね、随分前から売ってるんですけど、この山線ボトルが出る前はですねこういうものを使ってました。はい、これねもう随分古いんですけど、これ新大久保の石で買ったやつなんですけど、保温ボトルってね、こんなもんだったんですよ。これでもいい方だったんですよ。ここメーカーよくわかんないんですけど、それに比べてねこの山線はこのボトルにね、保護のシリコンリング、これがね、底と、サイドですね、これが装着されてて、でしかもね、これバラしますとわかるんですけど、こういうカップとかね、あとこの中線ですね、中線もこれ分解できるんですけど、このような大きなねこうへっこみというか引っかかりができてて、要は冬用の分厚いグローブでも、それをはめたままでもねこう回しやすいようにこう引っかかりができてたんですよ。またね、最も大切な、保温とか保冷性能も従来の保温ボトルより、ものすごく向上してて、で確かにね、値段はね高かったんだけど、みんな買ったんですよ。それにかっこいいしね。で、この2本あるんですけど、このうちね、こっち500ミリの方はもうずいぶん前ですね、僕がソロで山登ってた頃を買ったんですよ。もうずいぶんね使ってたんで傷だらけでガチャガチャなんですけど、でこっちのね900の方は8年前かな、僕はちょっと大手術をやったんですけど、その手術の後ですね、僕の介護みたいな感じで、カブママがね一緒に山に登るようになったんですよ、8年前。2人用ってことで買い足したものがこちらです。でもね、900のボトルって、これ非常に便利に見えるんですけど、これ単体の重さで約 400g あるんですよ。でお湯を入れると、当然そこにこれ 900ml ですからプラス900として、だいたい 1300g かな。当たり前ですけどね、重いんですよ、1300はね、1.3kg ですから。だから正直言ってね、重いんで、あんまりね使ってないんですよ。だからね、こちらと同じぐらい古いんですけど、これ結構綺麗です。ほとんど傷も入ってない。で、こっちに戻ってね。で、さすがにこっちの900は、こればっか使ってるんで、さすがに十数年使ってるとね、これへこんだりね、傷がついてガチャガチャです。で、この中のね、シリコンパッキンとかはもう何度も交換してるんですけど、性能にはね、そういったことで問題ないんですが、実はですね、ずっとこれ使ってて思ってたことなんですけど、ちょっとここがなぁと、ちょっとここがなぁというポイントがね、3つありましてね。で、それがね、今回買い替えの原因になってるんですけど、一つはですね、この中線のパーツが多いんですよ。これね、こんな風に分解できるんですけど、それぞれにね、こうシリコンパッキンがこうくっついてるんですね。で、部品の点数とすれば、結構多いんですよ。そういったことでちょっとね、洗いづらいとか、いろいろあるんですけど、で、一番の問題点はここなんですよ。やっぱりね、雪山行くと、例えばソロイストとかあの辺使うことが多いんですけど、結構分厚いわけですよ。で、カップはね、簡単に開くんですね。だけどね、本来であればこの上の線を回せばね、お湯が出るんですけど、分厚いグローブなんで回してるとここまで回っちゃうんですよ。で、ふとね気づくとこうドボドボドボって出ちゃったりするんで、これね、正直言ってね、僕が不吉っていうのが一番の原因だとは思ってるんですよ、これ本当の話。ただね、結論とすれば、ここがね、こういう風に分離してない方が、誤動作は防げると思うんですよね、結果的にね。だからここがね、もうちょっとシンプルだったらいいなとは思ってます。そこがね、ちょっとってとこですね。あともう一つはね、これね、直飲みできないっていうのがあります。っていうのは、これ山線ボトルって、当然ながらね、このカップがついてるわけです。で、このカップっていうのは、確かにね、これ冬はすごく役立つんですよ。例えば熱いものをフーフーして飲んだりとかね。あと、そもそもね、これカップがあることで保温性能が非常に高まるんだよね。だけど夏はね、もちろんこうカップで飲むケースもありますけど、中に冷たい水とか入ってる場合、いちいちカップに開けずに、
まあ、これでぐっと直飲みしたいんですね。だけどね、まあ、こういう構造になってるとこれまず直飲みできないですね。まあ、多分やっても口の周りから漏れてきちゃうというふうに思います。それとね、これがね一番ね僕にとって気にかかってたことなんですけど、これ500なんですね。で500の場合は容量がね2人分にしては少ないということです。まあ、僕の場合ね、まあ、ほとんど株ママと一緒なんで2人分の行動なんですけど、やっぱりね500はね少ない。でこれはね僕と株ママの、まあ、いわゆる株家に限った場合の話でね、もちろんね、まあ、俺らは違うよという方もいらっしゃると思いますけど、で株ママとのケースで話しますと、まずカップヌードルがねカップヌードル2個作れないってことですね。じゃん、このカップヌードルね、これ1個あたりね 300ml のお湯が標準なんですよ。そうするとね、まあ、カップヌードルもう1個ありますけど、これ2個使った場合、まあ要はね2個食べる場合は、まあ、×2 で 600ml 必要なんですよ。だからこの500のポットでは残念ながらちょっと足らないんですね。 100ml 足らないと。まあ中にはね、山ではこういうラーメンの汁のね飲み残しをなくすためにね、それぞれお湯はね少なめに入れるって方も中にはいると思うんですよ。まあそういう話も聞きますけど、まあ、つまりね、まあ、300必要のところをそれぞれ250ずつ入れればね、ちょうど500だから、まあ、これと、まあ、合うと、まあ、ぴったしだという考え方もあるんですけど、まあ、うちはね、それはやらないですね。300って書いてある理由もちゃんと根拠があってね、300入れればちょうど美味しいですよというふうな研究の成果だと思うので、まあ、僕もその通りだと思いますし、そもそも汁を残すぐらいだったら、ちっちゃいやつあるでしょ、カップヌードルミニとかね。で、ああいうのを持っていけばいいことだし、まあ、せっかくの山登りってね、美味しいもの食べるのも目的の一つですから、まあ、やっぱ規定の量を入れたいということで、うちはそれやらないですね。だからこの500のボトルで、まあ、この2個はちょっとダメだと、ね、残念ながら。だから大体ね、カップヌードル1個とコーヒー1杯分ぐらいの容量しかならないってことですね。はい、続いてね、こちらですねまあやっぱね、カップ麺って効率いい食べ物なんで、どうしても山には持ってくんですけど、この赤いキツネですね、まあ、赤いキツネっていうか、まあ、要はこのサイズの丼サイズかな、丼サイズのカップ麺で、これもね大好きなんですよ。僕ね20代から30代の頃ね、まあ、ソロで登ってた頃っていうのは、まあ、これとねもう一つ緑のタヌキでしょ、ね、これをまあ交互にね食べてた時期もあります。初めてね登った富士山の9合目ではね、小屋でねこれ食べた思い出が未だにあります。でこちらはですね、410ml、410のお湯が必要だって書いてあります。だとすると、この500のボトルだと、赤いキツネ1杯と残り90しか残らないですね。だからまあほぼほぼ赤いキツネの場合はこれ1個と、まあ、いうことで終わりになっちゃいますね。あとね、これです。どんだけ好きなんだっていうことなんですけど、これ蒙古タンメンの中本ね。これね、正直言ってね、夫婦でハマってます。辛さの向こう側にあるね、こううまさにこうたどり着く感じがね、あの瞬間がたまんないですね。でこれはね 400ml のお湯が必要です。400でこれね、さすがにこれ辛いしね、まあ、お湯の量を減らしてでも食べるって方は少ないと思いますけど、容量的にね、これもさっきの赤いキツネと同じく 400ml ですから、まあ、ほぼほぼこれ1個で終わりになっちゃいますね。はい、ということでね、それまではあとね、このカップヌードル1個とミニカップヌードル、まあ、これ2つ合わせると470だから、まあ、そんな組み合わせで食べてたんですけど、まあ、それでもね、やってるうちにね、あまり人に言えない不満点もこう出てくるものなんで、まあ、やっぱりね、夫婦登山なら、まあ、同じものカップヌードル2個分が最低でもいいよねとね、500じゃやっぱそれじゃ足らないということで、だからといって、まあ、この900だとまあ多すぎると、だからこれもいらないということで、はい、ちょうど中間のね、この750というボトルを買ってみました。このね、750ml っていうのは、サーモスでもこのモンベルでも、まあ、実は他のメーカーでも設定はあるんですけど、まあ、やっぱりね、登山向けということで、まあ、サーモスかモンベル、まあ、どっちがいいかなってことで、この2つで比較しました。で、まずね、まあ、大事なことはね、なんて言っても、まあ、デザインとかよりも保温性能ですね。で、保温性能に関しては、スタート後のね6時間のデータで見ますと、
サーモスはですね、スタート後6時間で保温に関しては78度で、モンベルは80度、保冷に関して、まあ、要は冷たさをどれぐらい保つかってことなんですけど、サーモスは10度以下で、モンベルは8度以下と、まあ、いうふうなデータが、ホームページに出てます。ただね、このスタート後6時間って書いてありますけど、まあ、何度からスタートしたかってことは結構重要なんですけど、モンベルはスタート時の温度が、まあ、保温は95度で、保冷は4度からって、まあ、ホームページに出てました。でサーモスはスタート時の温度は非掲載でした。まあ、そもそもね、これはあの会社も違うってことは、まあ、測定環境ももちろん違うしね、まあ、そもそもサーモスのスタート時点の温度もわからないんで、この数字上だけじゃね、優劣は判断はできないんですけど、ただ僕に言わせたら正直言ってどっちも優秀ですよ。あの山線ボトルを現状使ってる人だったらこれ見ればすぐわかることですよ、十分だって。だからね、比較すべきところはそういったデータ上の数字よりもね、実際の使い勝手というところにあるんじゃないかと思います。ですから前に申し上げた、この今まで使ってきた山線ボトルでね、ちょっとここがねってポイントがありましたよね。一つは中線パーツが多いということと、直飲みできないと、あと容量が2人分にしては少ないと、まあ、この3つあったと思うんですけど、まあ、その中でね、中線パーツが多すぎるとっていうことなんですけど、このモンベルの、モンベルを選んだ理由、まあそこにあるんですけど、まあこれカップありますよね、まあこれカップはしょうがないとして、これで終わりなんですよ。だからパーツこれだけで済むんですよ。サーモスの場合は、まあ、まあこんなにいろいろ出てくるんですね。だからね、パーツの点数って、まあ、少なければ少ないほど、まあ、操作性がいいですし、なくしにくいしね。だからそういうことで言うと、今回のこのモンベルね、非常にシンプルでいいなと思ってます。あともう一つでね、直飲みできないとがあったと思うんですね。でこれはね、まあこうやれば開くんですけど、もちろんこれ直飲みできないですよね、まあ、こうやっちゃうと大変なことになっちゃうんで、この部分なんか変えられないかなと思ってたら、そのたまたまモンベルのねお店で見てた時に、ここ直飲みのパーツに交換できるやつがあるんですよ。あの値段はね660円でした。あ、これいいなと思って、まあその時は買わなかったんですけど、解決されるんで、特に夏場ですよね、ちょっとあの冷えた水グーっていきたいと、まあ、そういう時いいなと思いました。でこれがやっぱ選んだ理由の2つ目になりますし、で3番目ね、これ最大の懸念だったあの500のボトルでね、容量が2人分にしては少ないという点なんですけど、これはまあ実際容量が7号に増えたんで、まあいいんですけど、このボトルの容量というよりも、まあ、その時何を食べるかの話なんだね、正直言って。だからね、750にした一番の理由っていうのは、やっぱりですね、あの普通のカップヌードルがやっぱり2個余裕で作れるってところですね。まあ1個あたり300ですから、2つ合わせて600でしょ。でこれは750ですから、これ余裕でこっち、少し余りますね。あともう一つね、まあ、これ組み合わせの話ですから、これまあうちが一番多い組み合わせですけど、まあ、これが僕でこっちがカムママってパターンですね。でこの場合410と300なんで合わせて710でしょ。まだまだこっちが勝ってますねはい、モコタンメン中本の場合も一緒ですね。中本が400でこれが300なんで合わせて700ですね。まだまだ余裕で作れます。あともう一つね、天白に持ってくときね、こういうの持ってくるんですよ。あのこれ、まあ、某コンビニでね、結構安く売ってるんですけど、なめことか豆腐とかね、これは長ネギかな、これフリーズドライの味噌汁で 12g ぐらいなんです、平均すると。でね、お湯の量は、まあ、全部ね 160ml が推奨なので、まあ、4人分でね、まあ、かける4で640でしょ。だからこれがね、まあ、4食分これでできちゃうということです。はい、ということでね、まあ、こちらの500からね750の容量にしたことで、明らかにか、まあ、当然ね、まあ、いろんなものを食べることができますし、あとは例えばこのボトルの蓋関係の、ね、パフォーマンスの向上とかね、あそれとね、あのボトル自体の軽さなんですけど、まあ、容量違うから一概に比べられないですけど、こちらの山線の500がね270です。まあ、そんなに重くないです。でこちらはね、まあ、容量が増えて750なんですけど、それでもね重さ 360g と、まあ、違いは 100g ですね。ただね、明らかに、まあ、容量自体ももちろんね大きくなったし、例えばこの中線の問題やね、直飲みが後付けできるというようなパフォーマンスの向上を考えると、まあ、今回これ非常にいい買い物したんじゃないかというふうに思います。
はい、ということでございましてね、今回はですね、モンベルアルパインサーモボトル 0.75 のご紹介でした。この動画がね、参考になればいいなというふうに思ってます。はい、最後までご視聴いただいてありがとうございます。カッパパでした。